はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、埼玉県にございます2代目映像さんに訪れております。もうお店後ろに見えておりますね。もうね、大食いとしてはもう聖地のような、もう皆さんもね知ってるであろう名店でございますが、最近ね食べれなくなってきてる僕ではございますが、オーナーさんからですねトレーニングうちでやりましょうとお声掛けをいただきまして、本日はですね6キロのデカ盛りに挑戦していこうと思います。既存のねチャレンジメニューとかではないので、後ほど制限時間等は決めるとして、今回ですね同じ時間帯に別のね大食い YouTuber さんが来ておりますので紹介していきましょうか。そしたらひとまず中入っていきましょう。よいしょ。はい、ってことでまだ撮影始まってないオフモードのエビちゃんでございます。お邪魔して、みんな見てね。ありがとうございます。今日何挑戦するの？今日は辛いラーメンの土鍋バージョンです。チャレンジですね。チャレンジです。でもラスカルさんもまあまあすごいチャレンジをやるっていうには聞いてるんで、僕は何をやるかあんま聞いてないんであれ、ちょっと来るまで分かんないんだけど、ドキドキですね。じゃあ、まあ、ぜひね皆さんもこれエビマヨちゃんの辛いラーメン、多分しんどいチャレンジになると思いますんで、ぜひ見てください。ありがとうございます。はい、やっちゃってください。ということで、すでにですね、料理到着しております。こんな感じ。6キロのですね、麻婆豆腐とカレー丼の合いがけでございます。ですね、ここまでには食べようよってことで、長めにね、1時間でセットしてあります。よし。よし、ちょっと気合で作ったからさ、俺。気合で作ったんで。はい、わかりました。よろしく。お願いします。愛情込めて作ってもらいました。はい、頑張ります。3、2、1。いただきます。いただきます。ひとまずよ、麻婆からいこうかね。ちょっと端っこからいこうか、合わさっちゃうから。ちょっとうわめっちゃ熱そう。いただきます。あ、間違いない。うん、うまっ。江戸さんの麻婆豆腐はほんのりピリ辛で、やっぱりね鶏ガラが効いてるのでめちゃくちゃうまいです。ちょっと皆さんもぜひこの麻婆丼とか食べてみてください。うまっ、うまっ、うまーい。うまっ、これよ、これこれ。うん、やっぱりさ、ベースがあんだからめちゃくちゃ熱いわ。ちょっとカメラ越しで見えてるか分かんないけど、まあまあ湯気やばいっすからね。うまっ。そしたらこの辺りで麻婆だけじゃなくて、ちょっとこのカレーの方も行ってみましょう。これ見えるかな、この中華料理屋さんらしいさ、ニラとかキクラゲとか、まあ、いろいろ入ったカレーなんだけど、いただきます。あー、もう、あー、もう嫌いな人いない。100人好き、このカレーは。あー、いいね。うんまっ。なんか懐かしいさ、黄色いカレーあるじゃない、あんな感じのね、風味も相まった懐かしさもあるカレーだね。うんまっ。ちなみにカレー丼ももちろんありますので、ぜひね皆様もお試しください。
せっかくね、ちょっとあえがけなのでおがたいで、ちょっとカレーもかけてみます。こっちね、麻婆カレー丼です。いただきます。うん、あ、うまい、うまい。何にしてもうまいな。ちょうど半分、ね、麻婆の方ですね、3キロ完食させていただきました。3キロってこんな腹いっぱいになりますよね。めっちゃ早くないですか。まあ少なからず10分で食う量ではないですね。そうですね、そうですね。熱い。ちなみに今日のエビちゃんのやばそう。いやちょっと頑張んないとやばいかもしれないです。あ、辛いのって別にそんな得意じゃないよね。そうなんですよね、好きなんですけどね。適度な辛みで。ちょっとお互いに今日やばそうですね、いろいろと。でもたまにラスカルさんがいらっしゃるんで力にして頑張ります。逆にプレッシャーだわ。逆にプレッシャーだわ、それは。すいませんね。すごい、めっちゃグツグツしてる。トメン、はい、ありがとうございます。そう、あっちもやばいわ。ほんとにあの、エビマちゃんのね、動画見てね、あれもやばそうだわ。オープニングは撮ってください。ありがとうございます。下のオープニング見てるのめっちゃおもろいね。めっちゃおもろいんだけど。私結構無駄なこと喋るから結構カットするんですよ。ラスカルさんの方であれ、今のこのシーン使ってなくねみたいな。人の撮影って見てるのめっちゃおもろいな。恥ずかしい。やっぱね、皆さんも分かるとおり、今日はね、僕基本的にちょっとオーバーペース気味で食べてるんで、完全に5じゃないわ。結構苦しいね。完全に5じゃないわ。でも伊藤さんの楽しみでこれもあるんで。さすが。いやいやいや、もうそうじゃないんだけど、なんか自分に甘いんで。なるほど。楽しんでください。楽しみます。ありがとうございます。いいペースですよ。いいペースだ、ね。はい。美味しいから頼んでて。いや、そうなんです。結局、大きいメニューも美味しくないときついけど、やっぱね、美味しいから進んじゃう。いや、ありがとう。ありがとう。ひよちゃんの料理が進んじゃう。やめて、やめて。やめて、いきなりスピペースダウンやめて。じゃあ、まずゆっくりね。楽しんでください。
ね、どっちもこれピリ辛ではあるんだけど、一緒にこの量食うと溜まってきて結構辛いね。唇がね、ヒリヒリ出てきた。でも言うでも20分経ってるからね。いやそこでまで行って20分っていうのはもうちょっとレベルが詰めすぎて、エビちゃんだったらもう20分だからな。ないやっぱたまには一つやるの楽しいな。楽しいですね。楽しい。いつもカメラに向かって一人で喋ってるからあのコメント欄で今日はなんかナチじゃないって言われるかもしれないけど、楽しいから許してください。気が楽だ。やっぱ後半になってくると、そのキャベツとかだったりとか、ムクラムだったりとか、食感もね、ある食材がきつくなってくるわ。チャーハン大丈夫です。はい、休憩しよう。休憩や、立って休憩や。ということでですね、苦しいわ。うん、残り多分まあ500もないんだけど、なんかね、お腹いっぱい、まあお腹はいっぱいだな、お腹はいっぱいだな。お腹はいっぱいですね。まあ言うてしまえばずっとお腹いっぱいなんですけど、2キロぐらいから腹いっぱいだなと思ったんだけど、今ね、リハビリ期間ということで、これね、こっから苦しいところから食うパワーがねえわ、もうないわ。まあ苦しいんだけど、お持ち帰りにね、もちろん唐揚げとこめかみは今日も持って帰りますので、このカレー丼をね、時間経ってからつまみつつ、こめかみわかめをつまみつつ、酒飲んで一日を終わろうかなと思います。苦しいなぁ。まあ今の容量で言ったら、多分ね、水込み込みで 6.5 っすね。で、固形で5キロ以上は死ぬっていう結果が分かりました。まあ今後はダイエットもして戻そう。太りすぎたわ。あとはね、チャレンジも今後やりつつ、喋れなくなる限界まででも食べられるようなメンタルに持っていこうと思います。まあぜひね、動画見て皆さんはね、麻婆とかカレー丼の方も並盛りもちろんございますので、ぜひね、江戸さんでこのメニュー食べてみてください。で、エビちゃんはね、今辛いラーメンを食べ終わって、残ったスープで雑炊をするそうです。やってた身分でこんなこと言うのもあれなんですけど、多分おかしい。まあでもね、ほんと横で見ててもめちゃくちゃいい感じの動画になってそうなので、ぜひね、皆さんもエビちゃんのね、この辛いラーメン見てください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。これだと新しいね、ブログ、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちら概要欄からチェックしてください。ということで次の動画でお会いしましょう。じゃあね。